どうもどうも皆様、コンシャルです。本日は昔話というか絵本を読んでいきたいと思います。きっと聞いたことある絵本もあるとは思いますが、よかったら寝落ちに使ってもらえると嬉しいです。では、まず最初はネズミの嫁入りという話から始めます。 ネズミの夢入り昔あるところに年頃のネズミの娘がいました。両親は娘のためにいい花婿さんを探していました。あの子の花婿は世界で一番強く立派でなくちゃいかん。世界で一番強いものって 誰でしょうネズミは考え込んでしまいました。父さんははっと思いつき言いました。そうだ一番強いのは世の中を明るく照らすお日様だ。早速太陽のところへ行きました。世界で一番強いお日様。どうか うちの娘の花婿になってください嬉しいねでも私より強いものがいるよえそれは誰ですかそれは雲さ雲は私の日差しを遮ってしまうからねそこで2匹は雲のところへ行きました 世界で一番強い雲さん。どうかうちの娘の花婿になってください。いやいや、私はそんなに強くないよ。風には簡単に吹き飛ばされてしまうんだから。今度は風のところへ行きました。世界で一番強い風さん。 どうかうちの娘の花婿になってくださいうーんでも壁にはかなわんわしがどんなに強く吹いてもあいつはびくとも動かんからなやれやれ世の中には強いものがたくさんいるなそれでも2匹は気を取り直して 壁のところへ行ってみました。壁さん、あなたは世界一で強いと聞きました。どうかうちの娘の花婿になってください。ところが壁はこう言ったのです。おいおい、僕の体を見てくれよ。ネズミにかじられた穴だらけ。痛くて仕方ないよ。 小さなネズミにはかなわないよ2匹はびっくりしましたなんと世界で一番強いのは私たちネズミだったのかやっぱりネズミにはネズミの夫婦がお似合いね実は隣には働き者のネズミの若者が住んでいて娘をお嫁さんにしたいと思っていました 娘を嫁にもらってくれませんかと両親が尋ねると若者は「ええ、喜んで」と答えましたネズミの娘もこの若者を気に入りめでたく2匹は結婚し両親とも幸せに暮らしましためでたしめでたし いかかがだったでしょうか続いてはカカチカチ山一度は皆さんも聞いたことがあるような気がしますよかったら聞いてみてね「カチカチ山」。 むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人はいつも近くに住むたぬきが悪さをして畑を荒らすので困っていました。そこでおじいさんが畑に罠を仕掛けておくとある日罠にかかりました。さんざん悪さをしよってあとで ゲールにして食ってやるから覚悟しなおじいさんはたぬきを縛り上げて家の柱に吊るすと畑に戻っていきましたかわいそうにな痛いよ助けてくれよもう悪さはしませんあまりに泣いて叫ぶので かわいそうに思ったおばあさんは、縄を吠いてやりました。途端に狸は大暴れ。なんとなんと、おばあさんを叩き殺してしまったのです。やがておじいさんが家に帰ってきて、おばあさんが死んでいるのにびっくり。ああ、おばあさん、かわいそうにな。外を見ると、狸が。 やーい、ざまーみろ。と、舌を出して馬鹿にしながら、逃げていくではありませんか。おばあさんが死んで、おじいさんが泣いていると、仲のいいうさぎが遊びにやってきました。おじいさん、何があったの訳を聞くと、うさぎは大層怒りました。そんな悪い狸は、 僕が懲らしめてやる次の日うさぎはたぬきを誘いました。たぬきどん山からたきぎを運んでくれたらお餅をあげるよ。食いしん坊のたぬきは喜んでたきぎを背負いました。そしてうさぎは火打ち石をカチカチと叩きました。カチカチという音はなんだい ここはねカチカチ山って言うんだよ。そのうち焚きは燃え始めました。おや今度はボーボー音がするぞ。ここはボーボー山だからさ。ついに焚きは炎を上げました。うわーあ、あちちタヌキは大やけどを負い、焚きを放り出すと逃げていきました。次の日、 うさぎがタヌキの家へ行くと、タヌキは、うんうんうなって苦しんでいました。タヌキん、ひどい目に遭ったね。いい薬を塗ってあげるよ。実は、唐辛子とわさびの味噌です。ひぃ。タヌキは気絶してしまいました。やけどが治った頃、うさぎは誘いました。船に乗って魚を取ろうよ。 小さい木の船と大きな泥の船です。欲張り狸たぬきは、魚がたくさん詰めると思い、大きな泥の船に乗り込みました。うさぎは木の船に乗り、二人は川に出て魚を取り始めました。まもなく、たぬきが乗った泥の船が溶けて、沈み出しました。うわぁ、船が沈むうさぎの 助けてくれ。俺は泳げないんだ。うさぎはタヌキを助けませんでした。おばあさんを殺した報いだ。思い知れん。タヌキは必死で暴れましたが、そのまま泥の船と一緒に沈んでしまいました。おしまい。それでは次のお話で最後にします。 次のお話は5粒のえんどう豆ではお聞きください5つのえんどう豆緑のさやの中に5粒のえんどう豆が並んでいました僕たちずっとここにいるのかな さやの外の世界はここと同じで緑でいっぱいだろうなしばらくしてさやが黄色くなりました五粒のエンドマミも黄色くなりました外の世界もここと同じく黄色になったんだろうねそろそろ外に出てみたいね五粒のエンドマミは なんだかワクワクしてきましたある日さやが割れて五粒のえんどう豆は勢いよく外へはじき出されました「うわまぶしい」「うわー明るい」「うわあったかいな」「パン」「五粒のえんどう豆を拾ったのは男の子でした」よし これは豆鉄砲に持ってこいだ。早速、男の子は一発目を打ち出しました。僕はどこまで行くのかな？と、初めのエンド豆は言いながら、空高く飛んでいきました。僕は太陽まで飛んでいくぞ。あれー、やあ。もたもたしていた二粒の豆も、打ち出されました。 まあなるようになるさ。最後のエンドモミも打ち出されました。5粒のエンドモミはどこまで飛んでいったのでしょうか。1つ目のエンドモミともたもたしていた2粒のモミは鳩の餌になりました。太陽まで飛んでいくつもりだったエンドモミは土ブの中に落ちてしまい、ブくブく太ってしまいました。 はて、最後のエンドモミはどうなったのでしょうか。次の年の春のことです。屋根裏部屋のベッドの中で、病気の女の子が窓から外を見ました。お母さん、緑の葉と鶴が見える。何の花かなただの草かな鶴があるので、 エンドウ豆じゃないどうして生えてきたのかしら最後のエンドウ豆は窓の下にある板の割れ目の土の中に落ちました。そしてそこから芽が出てきたのでした。お母さん、この豆の木を見ていると私も大きくなりたい。元気になれそうな気がする。 女の子の目は輝いています。きっと神様があなたのためにエンドウマメを植えてくれたのね。お母さんも元気になります。やがて花が咲く頃になると女の子はとても元気になりました。エンドウマメもたくさんの花を咲かせました。神様に心から感謝をしました。 おしまいいかがだったでしょうか少しは眠りやすくなったかなみんなが眠りやすくなったらいいなではシャルもそろそろ寝ようかなみなさんおやすみ